皆さんこんにちは、証券ママです。今日はホームベーカリーに1次発酵までお任せの一口ミルクパンを作ります。成形なしでとっても簡単で美味しくできますので作ってみてください。はい、まずこういったホームベーカリーのパンケースにですね、強力粉 200g を入れます。もうこれ測りながらやっちゃってもいいです。他のものはね、もう測っておきました。じゃあ 200g 入れますね。はい、そしたらもうあとは測ってありますので、どんどん入れていきます。まず温めた牛乳ですね。本当に人肌です。これが今日は 140g です。はい、それからお砂糖が 20g です。それからお塩が 3g です。それからバターが 20g です。これはね、なんかちょっと切った方がいいかもしれませんね。はい。はい。そしてドライイースト 3g は所定の位置に入れます。そういった入れる場所がない方はですね、お塩と離して入れてください。はい。そしたらこういったホームベーカリーにパンケースを入れます。もうね、このホームベーカリー本当にもう15年くらい前のね、本当に古いものです。はい。そしたら蓋をして、ドライイーストを入れる、こういったね、場所があると思いますので、ここに 3g のドライイーストを入れます。はい。もうちょっとこうしようかな。そしたら、コースはドライイーストですね。それから、パン生地です。はい、パン生地でスタートです。これでだいたい1次発酵が終わるまで1時間ぐらいかかります。そしたら出して作っていきます。じゃあね、これ1時間ほどかかるので少しここ待ちます。はい、こんな感じで生地が出来上がりましたので見てみます。はい、こんな感じです。じゃあね、これ出しますね。はい、それではね、こういった台にですね、ちょっと強力粉を少しこうやって振ります。はい、そして生地を出します。はい、こんな感じですね。そしたら、少しね、べたつくので、生地の上にね、強力粉を少しこうやってはい、こんな感じに振ったらですね、まあ軽くね、空気こんな感じで抜いていただいて、はい、そして丸めますね。まあ、適当にこんな感じで、はい、こんな感じで丸めていただいたら、これに濡れ布巾をかけます。はい、こんな感じに濡れ布巾をかけてですね、これでベンチタイムを15分取ります。はい、じゃあね、このまましばらく15分置いておきます。はい、それではね、15分経過したので、はい、こんな感じにね、だいぶ膨らんでいます。そしたらまた打ち粉をしていただいてですね、はい、で綺麗な面を下にしてね、そして伸ばしていきます。だいたいですね、20cm から 20cm×20cm くらいの正方形にね、伸ばしていきます。こんな感じでね、ちょっと空気が抜きながらこんな感じで伸ばしていきます。はい、こんな感じのね、まあ、20×20 くらいのね、まあ、正方形ぐらいにね、伸ばせば大丈夫です。ちょっと厚みがですね、まあ、1cm弱ぐらいですね。まあ、1センチぐらいですか。に伸ばせば大丈夫です。そしたらこれをね、三つ折りにします。こんな感じで。はいはい、そしてまたちょっと粉をねひいていただいて、そしてですねこれをねもう少し伸ばしていきますね。上から綿棒をかけていきます。はい、もう一度ね三つ折りにしてこんな感じで伸ばして、だいたいこの厚みが今度は1から 1.3 から 1.5 ミリぐらいですね。ここがこのなればいいです。はい、そしたらこれをカットしていきます。これね大きさはねこれお好みの大きさでいいんですが、まずね半分に切りますね。はい、そしたらねこれをねそうですね6等分ずつ、まあ、3等分ですから6等分ずつ12個ぐらいでもいいですし、または4等分ずつにしてねもっと小さくしていただいてもいいです。私はねこれを3等分にしますね。こんな感じ。なので全部で12等分にします。これ綺麗じゃなくてもですねこれ結構いろんな形があった方が可愛いので、こんな感じにね切りますね。離さなくてもこれ良かったですけれども、ちょっとこの辺はちょっと大きめにして、はい、これで12等分に切りました。こんな感じですね。はい、はい、そしたらこれをですねクッキングシートを敷いた天板にね乗せてきます。はい、こんな感じにねもう一度ちょっとね間隔を空けてね並べました。そしたらこれに霧吹きをします。お水で霧吹きをね結構たっぷりめにします。そしたらオーブンの発酵機能40度で30分くらいですね。2次発酵します。だいたい2倍くらいに 1.5 倍から2倍くらいになれば大丈夫です。じゃあ入れてきます。はい、こんな感じにね二次発酵が終わりました。だいたいこのぐらい 1.5 倍から2倍になればいいと思います。そしたらこれにですね先ほど分量外なんですが、もうこのまま焼いてもいいんですけれども、ちょっとね牛乳かね卵黄とかを水で少しねこう薄めたものをちょっとねこれ上に塗っていきますね。今日は牛乳塗ります。そうするとちょっと焦げ目がつくので、はい、そしてオーブンはすぐに190度に予熱してくださいね。この切り口のとこには塗らない方がいいですね。はい、はい、牛乳をこんな風に塗っていただいたら190度にねもうそろそろなると思いますので、はい、それでは予熱が完了したので190度で10分から12、13分焼きます。様子を見ながら焼いてください。じゃあ入れていきます。はい、こんな感じでね今ね13分焼きました。こんな感じの焦げ目がつけばいいと思います。じゃあねもうこれで出来上がりになりますので、まだちょっと熱い、こんなちょっとねくっついてしまったのもありますけれども、はい、じゃあちょっと網の上で冷まします。はい、これで一次発酵まではホームベーカリーで簡単一口ミルクパンの出来上がりです。はい、こんな感じでとっても美味しそうにできました。今日はね全く成形なしで一次発酵までホームベーカリーに任せて、あとはね本当に伸ばしてちょっと三つ折りに1回していただいてね、そして少し伸ばして適当なお好きな大きさに切って、あとは二次発酵して焼くだけでとっても簡単です。是非ねホームベーカリーなんかがあったら作ってみてください。はい、それではね粗熱が取れたのでいただいてみたいと思います。はい、こんな感じですね。焼きたてはね外はちょっとパリッとしていますが、これ時間が経ってねそうですね、粗熱が取れたらばビニール袋に入れておくと明日はねもっとしっとりします。焼きたてはねちょっと周りがパリッとした感じです。じゃあちょっとね割ってみますね。はい、こんな感じです。はい、とっても美味しそうです。じゃあいただきます。外はね結構焼きたてはパリッとして、中はこんな感じでふんわりしていて、ほんのり甘くてミルクがね、やはりミルクの味がしてとっても美味しいです。これね一口サイズなので本当お子さんとかも食べやすいと思いますし、おやつにもいいと思いますし、あと朝食なんかにもとっても美味しいです。是非ね簡単で、成形もなくて簡単ですので作ってみてください。とっても美味しくできました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきありがとうございました。ホームベーカリーを使ったパンのレシピは他にもたくさんありますので、よろしければ概要欄に貼っておくのでご覧ください。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。塩けんママでした。